海外で暮らす日本人の介護あるいは高齢期の過ごし方、これをなんとかサポートできたらいいかなというふうに思います。皆さんおはようございます。エイジングサポートの利休こと小川です。今日も隅田川のほとりを歩きながら脳を活性化させながらですね、介護選びのあれこれについて皆さんに私の考え方をお伝えをしたいというふうに思います。今6時半くらいでしょうかね、朝日がこう昇り始めて、まあ、逆光なんですが、良い朝を迎えながらですね、健康な体づくり、精神を心を整える、まあ、そんな形で毎朝週に3回くらいは歩こうかなというふうに思っています。このエイジングサポートチャンネルはエイジングと介護の学校、分かりやすい介護情報あるいは高齢期の過ごし方をですね、皆さんにお届けをしています。まあ、その他にですね、エイジング年を重ねること、それから介護についてスクールセミナーあるいはコンサルティングをしております。まあ、その一環としてですね、朝歩いている時に私が気がついたことを皆さんにこういうふうにお伝えをしている、そういうチャンネルになります。またどうぞチャンネル登録をしていただいて聞いていただければ嬉しいです。今日はですね、介護選びのあれこれというテーマ、その中でもですね、海外に暮らす日本人の方々の介護、あるいはまだ介護まで行ってないけど高齢期の過ごし方というのをどういうふうに考えたらいいか、あるいは日本にいる私たちがですね、海外で暮らす高齢者ないしは日本人の方々をどういうふうにご支援できるんだろう、そういうテーマでお話をしたいと思います。最近ですね、にわかに海外で暮らす日本人の方とお話をする機会が少しありました。東南アジアですかね、東南アジアに暮らす日本人、それとアメリカで暮らす方、それからヨーロッパで暮らす方、立場だとか、それから状況は人それぞれ様々ですよね。ただ共通していることはですね、親の介護ということですね。まあ、お話をしている方々の年代も50代、30、40、50、60前半くらいの方々で、多くの方は日本に家族、親御さんを残してご自身だけが海外で暮らしているということが多いですね。離れて暮らす、これ日本でもそうですが、田舎にいる親一人暮らしで、そろそろ認証が出始めた、物忘れが出始めて介護が必要になってくるという不安とかですね、対応方法って日本にいても大変だと思いますが、それを海外に行って迎えるという感じですよね。すぐ帰れない、でも家族として判断しなくちゃいけないことが起きるということですよね。海外にいるだけにですね、日本の介護保険だとかそういったことが少し分かりにくい方が多いということですね。状況もなかなかつかめない、そういった時に私はこの遠隔介護という言い方をしているんですが、遠隔に行って判断をしながら、あるいは遠隔にいてもできる親御さんのサポートって何だろうということを考えています。昨日ですね、ハワイにいらっしゃる日本人の方とお話をする機会がありました。インテリアコーディネーターをされている女性の方なんですね。で、その方はお母様がハワイで一緒に暮らしている、それもお母様がもう90を超えてらっしゃって、70代を超えた時にハワイに移住をされて同居生活を始めたということなので、まあ、ハワイの中における高齢期の過ごし方、あるいはこれから訪れるかもしれない介護について、でそれをインテリアコーディネートとして住環境にどういうふうにビジネスとして生かすことができるんだろう、自分ごととビジネスパーソンとしての介護高齢期というところにフォーカスをしている方でした。いろいろ考えることがあったのはですね、例えばお母様のことですよね。やっぱ和食が食べたいというふうに思うらしいんですね。で、娘さんと一緒に過ごしてらっしゃるので、まあ、和食を作ることができるし、一緒に食べることもできるということは恵まれているのかもしれませんが、日本人と一緒に暮らす環境がない中で海外で年を置いた時に和食食べたいなと思っても、例えば老人ホームに入った時に和食って簡単に出してくれないんじゃないかなというふうに思うわけですよね。どこまで個別対応ができるか、あるいはご自身で在宅で暮らしている時に和食のための食材を買い求めてですね、自分で作って召し上がるということもそう簡単じゃない、国によって違うんでしょうけどね。今スーパーマーケットがあったりコンビニがあって結構日本のものも置いてあるとは聞いていますが、そう簡単ではない
ということになろうかと思いますね。それといつ海外に行って暮らし始めたかということも私は重要なポイントなんじゃないかなと思うんですね。もし認知症になった時にどの時代に帰るか、長期記憶で生きる、短期記憶を忘れている、海外の記憶が少し、なくなってですね、日本にいる時の記憶で生きる時間が長いとしたら、現実で住んでるのは海外、その中で記憶と現実のミスマッチが起きた時に混乱が起きるのか起きないのか、もちろん人によって違うと思うんですね。住環境、先ほど申し上げた食事の内容も違うといった時に、それが高齢期ストレスになるのかならないのかということは、正直言ってわからないけど、周りにいる方々がそれをサポートしてあげる環境を作っておく必要はあろうかなというふうに思いますよね。それは海外で暮らす場合ですが、お子さんが海外にいらっしゃって、親御さんが日本にいて80歳90歳を終えてそろそろ介護だよね、あるいは介護の前に高齢期の過ごし方をきちんと整えて介護にならないような予防の環境を整えてあげるときに、どういう支援をしていくのかということも重要になってくると思うんですね。ご近所にですね、親戚の方がいればそこにいろいろお願いをすればいいけど、親戚同士だけに頼みにくいということもある。それと例えば老人ホームにご入居した後にですね、誰と契約するかっていったときに、その契約当事者が日本にいるご家族だったらその方が身元引受人になります。ただその方と連絡が取れない、あるいは海外にいる方が身元引受人の場合は、サービスを提供する側としてはどうしてもこの直系親族である方、海外に住んでいる長男とか長女さんに判断を仰がなくちゃいけないシーンというのがあるんですね。それはどちらかというと命に関わる時です。病院に連れてっていいのか、あるいは手術などの必要性がある時、それとですね、やっぱ老いの先、介護の先にある看取り、終末期ですね、終末期をどういうふうに過ごしたいのかという時に、やっぱご家族のご意見、ご意向を聞いておかなくちゃいけないし、そのご家族は自分の親御さんのご意向を聞いておかなくちゃいけない。で、それを代わりに私たちに伝えてくれる役割を担っている。ただそういうことが起きることも言われれば分かっていますが、普段あまり考えてないし、そういうことを普段子供として親御さんとやり取りをしていないということが起きたときに、ある日突然そういうことが連絡が入って、どうしたらいいでしょうか、何がご希望でしょうかということは、なかなか即座に判断ができないということですね。あらかじめそういうことが起きるということを我々専門家と一緒に話し合ったり、あるいは仲間とか家族と話し合いをしてですね、一番は親と話し合うことですが、ある程度親の意向を聞いて、だったらこうなったらこうしますということを言語化しておくということが重要なんじゃないかなというふうに思いますね。その離れて暮らしているだけに、よその国で暮らしているだけに、お母さんが、お父さんが日本にいる場合ですが、日本側とちゃんとコンタクトができるような状況と、それに対して判断できる情報を得ておくということですよね。で、海外で暮らしている場合にも、やっぱり日本ではこうで、今暮らしている海外では制度的にはこうで、ということも、あるいは老いについてちゃんと受容しておくということも必要なんじゃないかなというふうに思いました。どうしてもこう介護イコール認知症という中に、こう記憶障害が起きる、見当識障害が起きるということをどうしてもイメージすると、環境移行、要は環境が変わることのダメージ、それと記憶がどこに戻るか、それからサービスはどれを選ぶか、でその国のサービスはどうなのか、で誰がサービスを提供してくれて、家族の役割と介護の専門家との役割をどういうふうにシェアしていくのかということを常に考えておく必要があろうかと思いますね。いつからっていう話ですが、親御さんが70を超えてから、子どもの世代だと40を超えてくらいから、親御さんが80を超えるというと、お子さんの年齢も50代60代に推移をしていく。そうすると確率が上がりますよね。介護のその発症確率、あるいは認知症になる確率も上がるので、自分もシニアの世代に入りながら親の介護を判断していかなくちゃいけないときに、しっかりとした介護選びの情報を理解しておく、知れて、困った時にはちゃんとした専門家に相談をする、体制を整える、環境を整えるというふうに改めて思ったということですね。ですから私は今日本にいますが、日本の介護のコンサル、介護選びのご相談を受けたり、あるいは介護経営のサポートをする立場として、海外で暮らす日本人の方々のサポートもしていけたらいいかなというふうに思いました。
そういう方々のその漠然とした不安が現実的な心配不安に変わっていくということに対して何かできることがあるんじゃないかというふうに思いました。皆さんいかがでしょうか。自分の高齢期、親御さんの高齢期を迎えるときにしっかり介護情報を学びながらですね、自分で選べる、あるいはご本人の意向も確認しておく、それでもわからないときには専門家に相談をするということを今から考えてみていただければというふうに思います。はい、最後まで聞いていただいてありがとうございました。介護選びのあれこれ、今日は海外で暮らす日本人の方々の高齢期、あるいは介護について情報提供をさせていただきました。またこのテーマをつなげていきたいというふうに思います。またお会いしたいと思います。皆さんいってらっしゃい。